皆さんご機嫌いかがでしょうか。爽快キックです。今回もね、任天堂スイッチ版ダービースタリオン実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、飲み物がございません。はい、さて金曜日ですね、サブちゃんの青空ムービーの方で高級住宅地の紅葉園っていうね、西宮市にあるんですけど、そこにある、北山公園というところに行きまして、そこに太陽の石と言われているね、昔古代の祭祀場だったんじゃないかと言われている場所があるんですね。そこ行ってきてね、撮影してきたんですよ。ね、ここでもね、ダビスタ実況でも話したことあると思うんですけど、六甲山には超古代文明があったんじゃないかっていうね、伝説があって、カタカムナ文献の話もしましたけど、それにまつわるのかどうかわかりませんけど、六甲山東部ですね。東部に、巨石群、岩倉群っていうのがあるんですよ。大きい石がね、たくさん置いてあるところがあって、そこなんですよね、太陽の石って言ってね、太陽石、太陽石、どっちですかね。そこ行ってきてね、すごい、良かったんですよね。北山緑化植物園っていう植物園があるんですけど、そこから入っていって、それ途中柵があるんですよ。イノシシが出るんで気をつけてくださいっていう柵があって、そこ扉開けて、簡単に開くんです。扉開けて、閉めないといけないんですけど、奥に入っていって、池があって、そこからなんか獣道を登っていくんですよね。登山みたいな感じで登っていって、そこに太陽石があるんですよ。皆さんご存知ですか？阪神館の方、ご存知の方いますかね？そこが祭祀場じゃなかったのかということが言われていて、もうね、パワー感じましたね。天気も金曜日めちゃくちゃ良くて、景色もね、かぼと山から大阪平野のね、その宝塚市内、西宮市内、芦屋の方も見えるのかな、すごい綺麗でしたね。はい、ただね、やっぱりこの季節ね、春はね、やっぱり蜂が多いんですよ。クマンバチがそこら中にいて、クマンバチっていうのはね、人を襲わないっていうことは俺ら知ってたんで、気にせず行きましたけど、これから行かれたい方、結構しんどいんで、山道というか、獣道なんで、それと、蜂が嫌いな方はね、ちょっとビビって足滑らせる可能性もあるので、俺らも下り、ちょっと足滑ってしまってね、こけそうになって、大丈夫だったんですけどね、結構いいとこなんでね、ぜひ行かれてください。はい。腰痛の方と、体力がない方、お年寄りの方は、ちょっと気をつけてくださいね。腰痛持ちの方は行かない方がいいかもしれません。それぐらい、獣道だったんで。ただ、行く価値はありますね。はい。さて行きましょう。ホルモン焼きですけど、早速ね、故障してしまったんですよね。このままスピスター言われてるんで、それで名前いただいてましたね。A 年ですね。A 年つけましょうね。はい。体質が弱いんですけど、足元弱いとは言われてないんでね。いきなりやってしまいましたね。それで、粉もんね、ダービー目指していきましょう。来週ですね。スピードやっていきましょうか。スピードがちょっと足りないなっていうね、スタミナもどうなのかわかりませんけど、スピード中心にやっていきましょう。抽選なんで出れるかわかりませんけどね。叩いた方が良かったかもしれませんけどね。直行でもう運にかけましょう。ひょっとしたらチャンスあるんじゃないかなと。里芋あたりはね、内訳引いたらね、差し余す可能性はあるので、はい。それでポテチもね、引退ですかね。2頭引退させましょうかね。ニューアカシとポテチね。はい。それで悟空はね、ちょっと頑張ってほしいんですけどね。行きましょう。前回はちょっと謝罪動画の収益についてぶっちゃけたんですけど、まだわからないですね。あれ言ったらいけないんで、本当は銀行に振り込まれた額しか言ったらいけないので、ちょっと規約違反というか、やってしまったんですけど、まだわからないですね。はい。さて、釜揚げうどん。釜揚げうどんも引退させなあかんね。3頭引退させなあかんね。
まあ、優先させたいのは釜揚げうどんですからね。ね、繁殖牝馬は今、1、2、3、4、5、6、7、8、全部埋まってるんやね。まあちょっと厩舎で待機させておきましょうか。それしか方法ないよね。まあ釜揚げうどんが一番お母さんとしてはね、期待できるんじゃないかなと。ね、ニューアカシはちょっと G1 ね、届きませんでしたけど、まあスタミナあったんでね、ポテチ短距離馬ですからね、希少なんですし、子供もね、ちょっと距離持たないと思うんで、まあ優先順位は釜揚げうどん、ホテルニューアカシ、ピザポテチですね。はい。まあニューアカシ名前いただいた馬なんでね、まあ優先させたいですけどね。釜揚げうどん強かったからね。まあ行きましょうか。さて、翌週、さて、いざダービー。はい、まあ輸送でね、牝馬だからもう絶好調にしてもいいよね、これね。おそらく入れ込まないんじゃないかなと。はい、まあ体重もね、まあ合わせまでちょうどいいんじゃないですかね。あ、ならなかったね。まあしゃあないわ。まあこれでいいでしょう。よし。まあポテチはね、まだ現役続きましょうかね。マイルはちょっと長いんですかね。まあどうしましょうか。安田持っていってもね、まあ、函館スプリント行かせましょう。よし。はい。まあ、ニューアカシはちょっと厳しいね。あ、でも、ビクトリアマイルね、最後差し込んできて3着だったんですよね。まあ、人気も落ちてるんでね。まあ、ニューアカシはもう今年引退させましょうか。ね。まあ、もう一戦、あ、ちょっと、ね、ないとるね。完璧な状態にしたんか。ね。まあ、放牧出しましょう。よし。ね、三河の子供だから、三河引退させて乳明かしをあげるという手もあるね。さて、悟空。まあ、芝居入れましょう。この馬に関してはね、ちょっと成長が足りないなっていう。ね、六甲山ってすごい面白いところでね、まあ、俺ら、まあ、若い頃に登山したことはね、たくさんあってというか、3回ぐらいですけど、ね、中1の時に1回、野球部の、3人で登山したことがあってね、神戸の方から有馬温泉までね、歩きましたね。あれ中1だったんで、結構きつかったんですけど、ただ高校の時はね、六甲登山大会っていうのがあって、まあ、俺ら、体力化け物だったんですよ。だから俺らの部活は、だいたい六甲登山大会だと、高津館の方からね、行って、神戸のどっかの駅まで歩いていくんですけど、走れるところ走ってましたね。登山なのに走れるとこ走って、もちろんなんか手ついて登らないといけない場所もあったような気がするんで、まあ歩けない場所っていうのは、走れない場所っていうのは多いんですけど、走れる場所は走って、まあそれで、まあ早く家に帰って遊ぶみたいなね。だから6個登山大会の時は部活休みだったんで、まあすごいウキウキしてね、やってた記憶がありますね。ね。それで、まあ、高山行ったことあるんですけど、そんなね、ミステリースポットだということはあまり知らなくて、まあ当時からね、首なし女でしたっけ、そんな話も聞いてましたし、まあ夫婦岩ってあるんですよね、その、なんだっけ、紅葉園の道路の真ん中に、岩があって、その岩をどかせようとしたら、なんかたたりがあったみたいな話があって、夫婦岩ってあるんですよ。ね。そういう巨石群とか、まあ、ちょろっとはしてたんですけど、まあ、こんな不思議なところだとはね、カタカムラ伝説についても全然知りませんでしたし、あ、こんな面白いところだったんだっていう。ただ、ね、動画撮りに行きたいんですけど、いかんせん体力がもうないので、登山できないんですよね。この金曜日も大した距離ではないんですけど、もう、めちゃくちゃ疲れましたんでね。はい。まあ、余談はさておき、ダービー行きましょうか。ね。翌週。出れますかね？あ、出れたね。よし。まあ、2勝したら結構ダービー出れる頻度は高いですよね。ああ、無印か。ね、里のダイヤモンド、ラストワンピース。まあ、先行ですよね。まあ、いい枠引いたんで、
まあ、ブラバンウィンバリアシオンか、まあ、そこまでねめちゃくちゃレベル高くはないんかな、スワーブリチャード。うん、無印っていうのは残念ですけどね。まあ行きましょう。レイスチャンスはねあるんじゃないかな。枠最高なんでイルコマナイド欲しいですね。まあ絶好調にしたかったなやっぱり。おい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 、おー行きましょう。夢を追いかけろコナモン。東京競馬場、世代最強を決めるべくスターホースたちが集結しました。最高名誉日本ダービーが間もなくスタートです。さて夢を叶える時だ。出遅れたかなこれね。ちょっと出遅れたね。うわ出遅れたらあかんやろ。入れ込んでるのかなね。やっぱり2回調教とかね、まああまり良くないんですかね。あとは折り合い気をつけて、なんでも外回る競馬になったんでね、ね、人気どころは内枠だし、ワンチャンありますよ、ね、これ勝ったらさ、まあね、繁殖に上がって2台ダービー制覇、牝馬の方がやっぱり簡単なんですかね、ね、そんな感じもするんで、それから8番スワーブリチャード、2コーナーを抜けて向こう正面。外を抑えて13番ペイシンフォワード、はい行きましょう。そのうち11番アクレザンレーブ、まあ折り合いついてるんでね、一発ありますよ。スロースロー1分1秒にスロー、まあ平均ですねね。ダビスタースイッチ版ダビスターだよね。いいペースですよねこれね。さてやってくれるんじゃないかな、意外とピンクの帽子で、ピンクの帽子が似合ってる粉も牝馬こう1点こう1点ですかね、わからないけどね。ウォッカーのように弾けろ福永でしょこれ、福永ジョッキーでしょこれ、ね、行け福永、福永行け、手応えはいいぞ、最高の位置につけている。コラモン行け、コラモン、コラモンチャンスある。ウィンブライトが意外と粘っている。外からコラモン来た、一気に来た、一気に寄り、内から何が粘ってる、させ届け届け、コラモン行け、コラモン手応えある、手応えある、手応えある、頑張れ頑張れ、ちょっと伸びないか、伸びないのか、伸びないのか、させ届け、届かないかこれ、前が粘る、前が粘る、一気に来い、一気に来い、伸びないのか、スタミナないのか、ダメだ、ダメだわ。ねえ、最高の位置にいたんですけど、ひょっとしたら入れ込んでるんですかね。なんだろう。入れ込んでたのかもしれませんね。出遅れたからね。ちょっとスピースター込め出て、頼りなかったな。やっぱりね、そうだろうと思った。やっぱり、ねえ、2回調教がミスでしたね。失敗した。はい、まあ、これは調教師のミスですよ。まあ粉もんもね、まあ、繁殖で期待できると思うんでね、まあこれからもちょっと続けてやっていきましょう。はい、ねダービーの時期に間に合わなかったというかね、まあ多分ねこれから条件性は軽く突破していくと思うんでね。花ちゃんでしたっけね、来ましたね。ね、ええねんでしたっけ、ええやん、ええやんだっけ、ええやん、ええねん、ええやん、どっちだったっけええねん、ええねん、ええやん、ええやん、どっちでしたっけね、ええねんか。ね、ええねんか。よし。ええやん。わからなくなってしまいましたね。調べればわかるんだけど、ええねんですよね。ね、ね。なんか似たような馬いるんですよね、現役馬にね。あれ思い出せないな。ええねん。ええやん。ええねんやったと思うんで、まあ間違えてたら次ええやんつけますんで、まあ2頭ともつけてればいいだけの話だよね。ね。はい。さて、花ちゃんの子供ちゃうかったっけ、違ったっけ。ごめん、違うか。違いますね。愛ちゃんか。愛ちゃんやね。愛ちゃんも来たんだ。よし。よし。まあ、体強くてね、足元強いんですね。ね、スピードだけ言われたんか。スピードだけか。これ、ダート馬かもしれんからね。ね、まあ、わからないんだよね。なんか草で隠れてるから。なんで隠れてるんだろうね。
はい、ええー、ねん。よし。ええー、ねん。ええー、ねん。ええー、ねん。関西弁ですね。俺、あの、関西人ですけど、関東育ちなんで、いつもエセ関西弁だって言われますね。散々言われて、もういつも言われるんで、もう慣れっこですけど。うん、まあでもね、そんな、あの、エセ関西弁だからといってね、その、文句言われるっていうことはないですからね。さすがにね。中学校の時はね、やっぱり中高をね、やっぱ真似する人いるんですよ。なんか、なんだよとか言ったら絶対真似されて笑われるっていうのはありますね。関東から引っ越してきてね、関西来るとね、絶対真似されてね、ね、ぶっ飛ばすぞとか言ってたんで、中学の時笑われましたね。ぶっ飛ばすぞは最近東京の方でも言わないと思うんですけど、ね、俺は小学校の頃言ってたんで、それ言ったら笑われたな。うん。さて、うん、待てよ、ひずめどう？あ、芝間だこれ。ね、チャンスあるかもしれませんよね。よし、行こう。まあ、体質はですけどね、まあ、健康は丈夫なので、ね、ガシガシやっていきましょう。ええー、ね。うん。まあ、それで最近ね、皆さんご存知、1984年でしたっけ？ジョージ・ウォーエルっていう人が書いた小説あるじゃないですか。SF 小説ね。あれをちょっと見たんですよ。まあ、小説じゃなくて、漫画版なんですけど、なんか Amazon の Kindle で安い頃に100円だったかな、ダウンロードしていて読んでなかったんですけど、昨日ちょっと一気に読みましたね。すごい興味深い内容で。1984年面白いんで、ぜひ読んでください。怖いですけどね。うん。だから、結構今のさ、この世界の現状をなんか言っているな、みたいな感じもして、ねえ、まあ、ね、管理社会にしていくという内容なんですけど、管理社会、ディストピアですね。あの政府の上の方の人、支配者の人たちが、まあディストピアを作っていくっていう内容なんですけど、結構興味深くてね、今と重なるところも多々あるなと思ってね。まあちょっと、こわごわ読んでたんですけど、うん。ねえ。やっぱり支配層、まあ、まあ、この社会には階層があって、まあ支配層、アッパー層とミドル層と中間層と、それで、下のことなんて言うんだろう。アッパー、ミドル、なんだろう、一番下の。まあ、最下層がいるわけですね。ね。まあ、それで、まあ、それはどの時代でも、その、3つの階層があるっていうのは変わらなかったんだけど、まあ、最近、まあ、まあ、一番上の支配層は何を考えるかというと、やっぱり、その、中間層がお金持ちになって、まあ、力を手に入れて、力を、まあ、持ってくるわけじゃないですか。それを押さえつけ、なんだ、中間層は、だからその、アッパー層を、なんて言ったらいいんだ。言葉が出てこないな。まあ、中間層はアッパー層をやっつけて、その上に立ちたいわけじゃないですか。だからその、アッパー層は、その中間層に力を持って、いたら困るわけですね。それで中間層を締め付けて、まあ、今の現状と一緒じゃないですかね。中間層をなくして全部最下層にしてしまうみたいなね、今のやってることと一緒だと思うんで、なんか興味深いなと思ってね、思いませんね。ホルモン焼き帰ってきたね。ね、だからアッパー層は支配をね、まあずっと支配階級にいたいわけじゃないですか。そう考えると、まあ、お金持ちを増やしたら困るわけですね。うん。それはそうですよね。お金を持つイコール権力の増大だから、権力を持つ人が増えたら困るんですよ。その支配者層はね。だから、今、その中間層を落として、ね、その下層を増やしているみたいな。結構現状と重なるじゃないですか。そんな内容が載っていて、うん。これからなんだ、人間を考えないようにしていくっていうね。思考できないようにしていくために、まあ言語があるわけですけど、まあ日本語をなんか、まあ中国語みたいな感じで言葉を縮めていって、思考の幅を狭くする。それで考えることをしなくなるように、まあ仕向けて、それを自分、なんだ、仮想の自由意志でそういう方向に向かわせるみたいな。まあ洗脳ですよね。
それがちょっと語られていて、まあ恐ろしいなっていうね。今でもなんかね、同じことを やってるような気がしないでもないんで、うん。まあ行きましょうか。はい。うん。まあ2000メートル使いましょうかね。あれ、何やこれ。どないやってこれ。ちょっと待ってくださいね。2000メートル使いましょう。京橋特別。ね、京橋、都会ですよね。第四の、大阪の第四の都会ですか。ね。俺もあまり知らなくてね。なんかすごい賑やかなところあるんですよね、京橋ってね。うん。いつもだから京都競馬場行くときにね、通るんですけど、京橋はね。うん。さて、まあ、ポテチもね、スピードやっていきましょう。1984じゃないか。1984ってなんか、村上春樹さんの本でありましたけど、それではなくて、ジョージ・ウォーエルっていう人が書いた、まあ、かなり昔の、SF 小説だと思うんですけど、その漫画版ですね。うん。まあ、さらっと、ね、1時間ぐらいで、まあ、読めると思うんで、1時間もかからんからね。まあ、すごい、コンパクトにまとめた内容で、まあ、興味深かったですね。皆さんぜひ読んでくださいよ、本当に。なんか今の現状と重なるような気がね、すると思いますよ。うん。うん。まあ、陰謀論かもしれませんけど。陰謀論めいたね、話なんですけど、ね。最近ワクチンの件でね、まあ、集団訴訟されてる方もいて、いよいよなんかね、そのワクチン情報が表に出てきたなっていう感じがしていてね。まあ、俺もなんか騙されたなみたいな。ね、あれ、はじめ社長なんか非難するのはなんかかわいそうな感じはするんですけどね。はじめ社長も全然知らなかったと思うんでね。俺も全然知らなかったんで、まあ、2回打ちましたしね。で、そういう方も多いですよね、もちろん。あんまり打ちたくなかったんですけどね。やっぱり周りが打つっていうのもあって、ね。うん、まあ、俺もね、その、腰痛とか、息切れが激しくなったりとか、もう、かなり被害受けてるんで、あ、コメントを一応確かめましょう。うん、ね、よくわかりませんけどね。人によって、だから効果とか違うと思うんでね。ね、すべての人になんかそういう被害があるかといったら、ね、別だと思うんでね。まあ、その辺よくわかりませんけど。ね。うん、まあ行きましょうか。翌週。ねえ、ワクワクしながら生きてたら、ね、オイラみたいになったみたいな話しましたけど、ワクワクするのはね、すごいいいことだと思うんで、ねえ、うん、オイラも続けていきますけど、ね、やっぱり誰かの支援がないとね、難しいんじゃないですかね。ワクワク、ね、するようなことだけして、まあ行動して、なんかお金が入ってくるみたいなね、話をされてる方結構いるんですけど、それはオイラは信じてませんね。うん。ね。はい。まあ先行でいきましょう。レイス。ね。バシャール。バシャールのね、あれは本当なんですか？オイラもね、似たような話してるんで、人のこと言えないんで。うん。本当なのかな？地底人にいるのかな？みたいな。うん、俺らはいると思ってますけどね、うん、いるんじゃないかなっていう確信してるわけではないので。10レース G3 ナルオ記念芝 2000m コンディションは良。あ、ちょっと遅れ気味ですね。入り込んでたのかもしれませんね。行きましょう。はい。ファッションダンス勢いよく追い上げる。あ、でも来てる来てる。先頭立て、頑張れ頑張れ。悟空如意棒を伸ばせ。如意棒伸びない。入り込んでたのかな。やっぱり垂れるよね、やっぱりね。出遅れた時ってやっぱり入れ込んでる可能性が高いんで、入れ込んでたんでしょうね。まあ、レベルも高いしね。うん、はい。まあ今日競馬ですけどね。マイラーズカップと、なんだっけ、マイラーズカップと、なんかあるんですよね。ただ、来週春天じゃないですか。メンツ寂しいですね。ねえ。まあ、ドゥレッツァがまあ一番人気になるんでしょうけど、その他が、レベル低すぎませんか。ね、ひどいメンツだなと思って。みんな海外行くんでね、もうなんか日本の G1 が面白くないなみたいな感じはね、ありますね。うん。
はい、うどんちゃんね、どうしようかな。もう引退させてもいいんだけど、空いてないからね。まあ、今年はちょっと頑張ってもらおうか。ね。まあ、6月になりましたからね。今引退させてもしゃあないもんね。まあ、悟空はちょっと伸びないな。僕。これ、まあ、希少なんでしたっけ。ねえ、希少なん言われてないし。まあ、2歳馬に期待やね。ね。期待しましょう。ええねん。はい。ええねんに期待しましょう。よし。まあ、ホルモン焼きもね。このままも、まあ、ね、体質弱いだけなんでね。はい。まあダッシュもあるし、後ろから行く馬なんですかね。まあ期待ですよね、これはね。まあスピスター言われてね、ホルモン焼きってちょっと名前やめた方がよかったな。ね、ホルモンとかね。動物の名前にホルモンとかつける人いるのかな。ホルモンってなんか、響きは可愛いじゃないですか。ね、ホルモンみたいな。おい、ホルモンみたいな猫とかにつける方います。いるかもね、ひょっとしたらね。まあ、粉もんもね、まあ、芝やっていった方がいいんですかね。まあ、ダービーは入れ込んでたから、しゃあないね。あ、疲労溜まってるわ。ちょっと放牧出します。はい。よし。あ、今週やったんか、これ。まあ、しゃあないよね。ね、今週ではないね。まあ、放牧出そう。はい。よし、ピザポテチ。ねえ、ファイナルファンタジー7のリバース、ちょっとさっきまでやってたんですけど、ちょうどエアリスとね、ティファが水着になるところで、ティファの水着すごいよね、やっぱりね。俺らなんか文句言ってましたけど、FF7 の怪我すなとか言ってましたけど、やっぱりすごかったですね、ティファの水着は。ねえ、あれはやっぱすごいな。翌週やね。翌週行きましょう。はい。ね、FF7 リバースもう25時間ぐらいやってるんですけど、まだなんか序盤っていうかね、中盤には入ってきてるんですかね。あれ何時間ぐらいかかるんかなっていう。ファイナルファンタジー16も俺らやりたくて、またね、ちょっと一旦アンインストールしてるんですけど、またサンインストールしたいなって思ってるんですけど、やりたいんですよ、16も。さて、まだ収支ついとるね。まあ、逃げていかせましょう。レース。まあ、面白いゲーム多いですよね、今ね。途中のゲームばっかりで、なんだっけ、PC 版で、エルデンリングも全然序盤でね、やめてしまってるんで、面白いんですよ、みんな。なんかゲーム面白いのばっかりで、本当に。ただね、やっぱりその、まあ、競馬ゲーム以外の実況もね、一時期アップしてたじゃないですか。やっぱり視聴者維持率悪いんですよ。俺ら一番気にしてるのが視聴者維持率で、やっぱりね、20% 切ってくるとやばいですよ。1時間の動画で 20% 切ってきたら、もうきついかなという感じがしてね。案外だからウィッポとかね、フォースブレーカーとか悪いんで、まあ、それでちょっとどうしようかなと思ってるところがあって、もう PS5 なんてね、もう 10% 台ですね。10% 前半の時もあるので、さすがに 10% まあでもギリギリですね。10% ぐらいの動画もあるから、さすがに厳しいですよね。それでもやっぱり長い動画だと収益入ってくるので、ね。ただ今4月じゃないですか。3月単価上がるんで、4月めちゃくちゃ単価下がってるんで、やばいなっていう。行きましょう。さて、いけいけ。ちょっと IT 弱いんでね、頑張ってほしいな、うどんちゃん。うどんちゃん復活。苦しいな、これな。あ、でも力ある、力ある。サンクチュエールが伸び足を変えているが、最後まで伸びるのか、させ、とろけ、とろけ。最後まで伸びたな。はい、まあしゃあないね。
はい、ちょっと一旦切りますね。はい。はい。多いお茶の濃い茶をね、持ってきました。2リットルのペットボトルで最近買ってるんですよ。うん。結構安いんでね、130円とか150円ぐらいで売ってるんでね。はい。さて、ね、最高のジョッキー、藤岡雄介。うん、まあ、まなりでいきましょう。ねえ、太陽の石って言ったら、ドラクエで出てきましたっけ？ドラクエでありませんでした。太陽の石、違いましたっけ？なんか。雨雲の杖。雨雲の杖ちゃうな。ありましたね、ドラクエ1でね。太陽の石を使うと、なんか、ねえ、竜王との橋がつながるみたいな、ありませんでした。雨雲の杖、なんか、覚えてるんですけど、もう覚えてるというか、もうほとんど覚えてないね。さて、釜揚げうどん。まあ、図書記念とかね、どうなんでしょうね。まあ、言ってもしゃあないよね。まあ、七夕賞行かせましょうか。はい。もうさすがに G1 勝てないと思うんでね。まあね、繁殖に上げたいですよね。さて、A 年あたりもね、まあ、やっていきましょう。よし。さて、まあ、使いましょうか。戦力、早速使いましょうかね、新馬戦ね。よし。もうね、みんなのアイドル、福永祐一しかいないでしょう。A 年。期待しましょう。まあ、ホルモン焼きもね、いい感じで来たんで、まあ、スピードをやりましょうね。スピードをやっぱり2歳児は中心にやった方がいいのかな。どうですか？どっちですかね。昔はだからレースでスピード上がるんで、まあ、ダート長距離やってスタミナを補強っていうのが、ね、まあ一般的でしたね。1008以降。ほんまスタミナあるからね。距離は大丈夫だと思うんで。よし。合ってますよね。ホルモン焼きはスタミナある。ですよね。よし。さて、まあ、かんまげうどんお任せでいいかな。ね。さて、行きましょう。よくしゅう。ああ、一番下丸だから、ちょっと距離不安あるのかな。ねえ。短距離場ですか。まあ、マイルは持つみたいなんですけどね。行きましょう。レース。このメンツでやっぱり終始奪われるってると、ちょっとそこまで大したことないのかなっていうね。そんな感じはしますよね。阪神競馬3レース。2歳新馬。芝 1600m。コンディションはやや重。スタートしました。少しばらつきました。まあいい位置です。先行馬かな、逃げ馬かな、ね、前に行く馬ですね。まあ、これは勝ったんじゃないかな、ね、すごい手応えだ、ね、ただスタミナがどうなのかね、ね、財布垂れるのかこれ、垂れるんちゃう、これ垂れたんちゃう、頑張れ、垂れたわ、2着やわ、うわ、ここで負けてたら話にならんよね、ね、いただいた名前ですけど、負けるかな、このルーツドールって、ね、ちょっと有名な馬でもないんで、ちょっと距離を縮めていった方がいいんですかね。まあ、いったな。はい、ポテチも G1 馬ですけどね。まあ、先行できましょうか。レース。まだ太陽石の動画は青空ムービーの方で上げてないので、まだ編集してないので、これからなんで。今、青空ムービーの方行っても、まだ動画ないですから、はい。俺ら、声入れてね、撮ってますんで。俺ら、その編集で気をつけてることがあって、そんなパッパって画面映るような編集にはしたくないんですよ。でも若い方ってやっぱりそのパッパって切り替わった方がいいって言うじゃないですか。ね、そういうのが流行りですよね。でも俺らついていけないんですね、年なのかね。ちょっと引っかかっとるな、これ。ついていけなくて、それでコメント来てたんですよ、なんか今日かな、コメント来てて、
ね、青空ムービーさんのなんかゆったりとした編集が好きですみたいな、俺らも自分的にはこういう感じの方がいいなと思って作ってるんで、させ届け届け届け、ダメだ刺された、2着やね、えレッツゴードンキ強いわ、まだでもやれますね、ね、59キロで強い競馬でした、はい、スプリンターですねこれはね、藤岡雄介いい競馬だよ、引っかかってこの競馬強いですね、うん、はい、ホルモン焼き、これがちょっとどこまで走るか楽しみですね、ねえ、はい、もう勝つる男カード優雅で、はい、乳化し、うん、まあ乳化しも任せていきましょうかね、ね、よし、うん、うん、まあポテチはポテチ休ませた方がいいかな、うん。うん、ちょっと休、もう一戦使おうか。ね、もう一戦、北九州。まあ、休ませて、なんか叩いて、高松宮記念の方がいいですかね。ね、休ませよう。よし。うん。さて、ホルモン。うん。まあ、馬なりでいきましょう。うん。まあ、この馬ちょっとダート馬っぽいんかな。ね、今気づきましたけど、蹄が結構小さいですね。ダート馬かなこれ。これ芝やね、ええねんはね。うん。愛ちゃんの子供やけど。まあちょっと専用使いましょうかね。まあ普通に2戦使えるね。ね、体質弱いけど。まあそれなら普段3戦使える感じかな。ね、そんな感じですよね。うん、よし。翌週。あ、いいね、これ。ねえ。まあ、ね、行きましょう。弱面なんでね、ぶっちぎっとしいね。どこまで走るかね、これ。この馬が一番強いんじゃない？最初のダービー馬が、ホルモン焼きっていうのはちょっとどうなのかな？名前的にはね、あまり、マイナスイメージだったりするのかな？ホルモン焼きってね、動物に名前つけるのは。ちょっと失敗したかなっていう。阪神競馬3レース。2歳新馬芝 1800m コンディションは良、うん、しし、あ、前に行く馬ですね、ね、ダッシュがあって前に行くんだね、意外ですね、あ、でもちょっと下がっていって、あ、これはちょっとぶっちぎりそうだね、ね、これは強いね、スタミナマラ、これ強いよ結構、さて最後まで伸びろ、あ、この馬強いわね、うわ、これはちょっと期待できるな、これホルモン、ホルモン期待できますよ、ね、え、はい、結構前に行ける馬だしね、え、いや、これはいいんちゃうかな、ホルモン焼きね、ザルそばの子供で、ザルそばもね、いただいた名前ですから、いや、これちょっとホルモン焼きって名前ちょっと失敗しましたねちょっとひどいのをなんか無意識につけてしまいましたね、うん、はい、まあ、ええねんもちょっとね、マイルででも丸印ついてたら、なんかスタミナ長距離やったらなんか持ちそうになるとは思うんですけどね、将来的に24とかどうですかね、 2000m は持つと思うんですよね、16で丸印ならね、うん、あ、ホルモンいけるね、ね、よし、さて、もうこれはまあマイル使いましょうか、中京行きましょう、よし、うん、楽しみですね、ホルモンは、うん、うん、入荷しもちょっと一発置いとこうか、うん、はい、うん、よく多分距離縮めた方がね走ると思うんですよ、 A 年はね、うん、まあグリグリですよ、これも、でも、前に出る方はそこそこ強いんじゃないですか。G1 馬ですもんね。まあ、逃げ馬なんで、まあ、逃げていかせましょう。よし。まあ、能力はあるね。前に出る方はどこまで強いんですかね。スイッチバンダビスタではね。まあ、G1 馬の中ではね、最弱クラスだと思うんでね。うん、前に出る方は。さて、行きましょう。中京競馬1レース。まあ、エーネンも、まあ、スプリンターではないんですかね。ね、
まあダート強くやっていったらそこそこ持つタイプですかね。行きましょう。あ、内から内、なんで内を見とるの？ね、内を見る必要ないでしょう。さて、ね、前の方が伸びてくるか。内から内からちぎりちぎりちぎる。エーデンがちぎる。よし、この馬も結構スピードありますね。ね、ちょっと一線叩いてちょっと変わりましたね。へえ、ちょっと強いわこの馬も。これで3線持ったら最高ですけどね。おそらく持たないんじゃないですかね。ああ、強かったわ。はい、ええー、ねん。ね、福永祐一。まあ、距離は縮めてね、結果出しましたけど、まあ、1004でちょっと使っていきましょうか。ね、2歳児はね。まあ、釜揚げは、まあ、お任せでいいですかね。ね、よし。もう追い切りもしなくていいかな。あ、にわかしはまだや。にわかし仕上がってんのかな。はい。まあ、粉もんはね、ちょっと、まあ、まあ、粉もんはまあ、これからだと思うんですけどね。まあ、粉もね、もちろん繁殖にあげるつもりなんで、ね。こういう能力のある馬はね、結果が出なくても、その子供が走ったりしますから、ホルモンいいね。ホルモン丈夫やからね。ね、ガシガシやっていきましょう。あ、ええねん、やっぱり2000ダウとか。まあ、しゃあないね。よし。あ、乳赤字ももう仕上がってますかね。ね。まあ、ただ直線長い方がいいかな、この場ね。差し馬ですから。まあ、中京記念使いましょうか。よし。よし。あ、コメントですね。ね。2歳馬もういないですよね。スピーコメ言われた馬はね。まあ、1歳馬ですね。さっき体質悪い馬多いよね。ユリアの子供体質悪いんだ。これ初号ですか。ね。来ないね。翌週。ね、収支もだいぶ落ちてきて、アニメイトバイオに収支奪われてるのかよっていうね、まあ、しゃあないよね。行きましょう。ね、G1 取ってもなんかこき使われる馬っていますからね。まあ、2歳 G1 とか勝ってもね、まあ、ボンバンになってしまう馬って結構昔からいますからね。ねえ、ドルチェモアとかもそうですよね。福島競馬10レース G3 エルウェーウィンとか俺ら好きでしたね。エルウェーウィンね、エルウェーウィンか。ね、ビアハデに勝ってるんでしたっけ、2歳 G1 でね。ただなんか故障してしまって、まね、コバになってまた再度復活するみたいなね。重傷、まあ、G1 勝つことはありませんでしたけど、なんかね、重傷で活躍しましたよね。あれ、LA ウィーンでしたっけ。まあ、いきましょう。頑張れ。うどんちゃん頑張れ。ああ、いい手応えだ。うどんちゃんはいつも頑張るね。頑張るね、うどんちゃん。届く届く。復活勝利や、復活勝利。頑張れ、頑張れ。差し返せ。あ、ちょっと壁や。もう運がなかったな、今。ねえ。まあ、でもいい勝負できるね、まだね。頑張っとるわ、うどんちゃん。あ、入れ込んでて、この競馬は見事ですね。はい、粉もまだですよね。まだ仕上がってないですよね。ダメです。まあ、悟空もね。はい、ポテチ。ポテチもね、もう伸びないと思うんですけどね。
まあホルモンが一番期待できるね。ね、期待のホープ。はい、粉もん。よし、まあ、仕上がったんで、まあ、2周で出したらダメだって言われてるんで、次使いましょうね。マイル使いましょうか。よし、長くて特別。ね、日本で最初に創建っていうかな、建てられた神社が平立神社っていうんですね。それで場所が熊本県で、すごいですよね。平立神社ってなんか神代文字、神代文字でしたっけ、結構文字があってね、神代文字ってなんか本当に信じていいのかみたいな話あるじゃないですか。あのね、江戸時代からそういう議論が行われていて、もともと日本に文字があったのかっていうね、問題があってね、どうなんでしょうね、神代文字、神代文字。いや、文字あったんじゃないかなと思うんですけどね、古代文明。古代文明とかやっぱ面白いですよね。ね、図書館とかでね、古代文明の本を借りていきたいなと思うんですけど、まあ、そばの図書館あんまないんでね、本買うかお金もないし、ね、まあ、ただネット、今ネット時代なんで、ネットググったら結構出てくるんでね、動画もたくさんあるし、面白いですよね。そんな考えてたら、なんかお金使わなくても楽しめることってたくさんあるなっていうね。動画ですごい、ね、深い内容の動画ありますからね、ここ古代文明でもね、びっくりしますよね。今度なんかね、神代文字、神代文字、どっちですかね。ね。まあ、だから日本では漢字が伝わってきたのが、何世紀って言ってましたっけ ?6 世紀でしたっけ ?5 世紀でしたっけ ?6 世紀かな、ね。仏教の伝来と同時に伝わってきたって、教科書には載ってるんですよね。ね。まあ、ひらがなとカタカナはもっと後だっていう話なんで、まあ、ただ日本に、ね、文字がなかったのかというと、どうなのかなっていう。ね、平立神宮ってちょっと行ってみたいなと思って。あ、それでなんか、ちょろっと動画で見たんですけど、その、出雲大社あるじゃないですか。ね。あそこで、なんか、あるんですよね。なんて言ったらいいんだ。言い方、なんか、名前がわからないな。なんか階段を登っていって、登った先に、なんか一個の、なんか建物、家みたいな建物があるっていう、あるじゃないですか。あれ、なんて言うのかな。あの階段の数と、ピラミッドの、あのね、中にある階段の数が一緒で、みたいな話があってね。あれもちょっと、本当なんですかそれ。ちょっとたまたま動画で見て。なんて、あと何かも一緒だって言って、ピラミッドと、だからその出雲大社のあの、なんだ、大国主の巫女とか、祀ってる建物の名前がわからないんですけど、なんか似たようなところがあって、それで、ひょっとしたら日本人が、あのピラミッドを作っていて、実は日本のピラミッドがね、エジプトのピラミッドより先に作られたものなんじゃないかっていう。それでカボト山って阪神間で有名な山があって、カボト山もピラミッドだったっていう説があるんですよね。それで今ね、てっぺんの付近は丸いんですけど、あそこなんか昔その戦争やってる時に爆弾の実験をして、なんか吹っ飛んだらしいんですよね。昔はもっと三角形で、ピラミッドみたいだったんですけど、なんか爆弾の実験で吹っ飛んで、なんかあんな丸くなったみたいな話を、なんかどっかで聞いたな。なんか兜山っていうのも、その亀の甲羅っていう意味じゃなくて、なんか松の木が山頂に2本ぐらい立っていて、それが被る兜に似てたって言ってね。それも全部吹っ飛んでしまったんですかね。ひどいことするなっていう。まあ、それ宝塚も実は兵庫県で古墳が日本で一番多いところで、宝塚って宝の塚で、塚っていうところ大体お墓の意味なんですけど、まあ、宝塚ということで古墳が多かったらしいですね。ね。そういう話を聞きましたね。そういうの面白いですよね。行きましょうか。
だから古墳、だから高塚のね、住宅地、ひばりが丘とか、あの、山本ら辺は、結構古墳をね、あの、壊して住宅街建ててるらしいですね。それどうなのかなと思いますけど。行きましょう。翌週。はい。住居記念、行きましょう。こんなもん。ね、復活、復活というか、ね、これからですね。はい、ホルモン楽しみや。あ、ジョッキー交代やね。竹豊で行きましょうか。ね。まあ、おそらく北サンブラックは出てきませんよね。出てくるのかな。出てくる可能性もあるのかな。どうでしょうかね。まあ、学びで行きましょう。コナモン。まあ、学びでいきましょうか。よし。今週は楽しみなレースがたくさんありますね。まあ、何か叩いてということで、セントール叩きましょうか。よし。ニューアカシ。まあ、学びでいいでしょう。悟空は今が旬なはずなんですけどね。まあ、使えますね。まあ、小倉記念ですか。ね、行きましょう。よし。さて、翌週。あれ、まあ、ちょっと相手が強いね、これ。まあ、先行で行かせましょう。ヤマニンキングリーとマテラスカイか。ね、2勝クラスでちょっとヤマニンキングリーと対戦するっていうのは、まあ、運が悪いですね。中京競馬7レース3歳以上2勝クラス。ちょっと距離を伸ばしていった方がいいんですかね。菊花賞あたりの方が向くのかな、ひょっとしたらね。スタートしました。少しバラついたスタートになりました。マイルはちょっと短いかもしれませんよね。あ、でも来てる来てるね。最後までこれ伸びるんじゃないですか。これ勝ったんじゃないね。あ、これは強い競馬だね。これは勝ったわ。あ、これは強い。粘ってくれ粘ってくれ。よし、いや強いわね。はい、力あるところ見せましたね。まあ、このままこれからですね。よし。にわかし。ちょっとこれは先行でかした方がいいかな。ね。よし、レース。まあ、にわかしもね、早熟ですから、まあ、しゃあないですよね。さて行きましょう。中京競馬10レース G3 中京記念芝 1600m コンディションは良。スタートしましたね。平立神宮では5種類の人類がね、存在したっていう伝説があるんですよね。それで5種類の人種っていうのが、まあ、赤、青、黄色、白、黒、5種類いたらしいんですよ。まあ、おそらく肌の色だと思うんですけど、それが集ってきて、平畑神宮に集ってきて会議をしていたっていう伝説があるらしくて、すごいですよね。それで、その青人という青人種と、まあ、ね、赤人種、昔いたと言われていて、まあ、レムリアだったり、ムーだったり、アトランティスの人たちだったのかな、みたいな話があるらしいですね。面白いですね。行きましょう。あ、いい位置。これ、明石来たんちゃう。頑張れ、頑張れ。明石行け。最高の位置だけど伸びない。さて、根性ある、根性ある。伸びろ、伸びろ、伸びろ、伸びろ。カテドラルが強いぞ。明石も強いぞ。頑張れ、明石、明石行け。明石、ダメだ。ねえ。まあ、しゃあないね。いい頃だったら、ね、もっといい牙できたと思いますけど。まあ、フォーエバーモアか。ねえ。
根性があまりないんですね。距離全然大丈夫だよね。だからね、もうちょっと伸びた方がいいんでしょう。うん、まあ。まあ、ちょっとここ勝ちたいですね。逃げていきましょうか。先行のはいいかな。ね、先行のはいいか。行きましょう。レース。いや、逃げてもいいと思うんですけどね。まあ、ちょっと逃げ間多かったんで、先行できます。うん。中京競馬11レース。オープン中京2歳ステークス。芝1600m。まあ、気象はいいみたいなんでね。ね、ダービー絶好調で出してもいいのかなっていうね。少しばらついたスタートになりました。うん、まずは先行争い。うん、まあ、いい位置ですね。最高の位置や、これ。ね、最高の位置。勝てる、勝てる。伸びてきた、伸びてきた。伸びてきた、伸びてきた。させ、届け、届け。届く、届く、届く。絶対届く、絶対届く。諦めるな。そこで諦めるな。させ、届け。届け、ホルモン行け、ホルモン。よし、勝ったね。これで、まあ、ダービー出れるでしょう。ね、よし。うん。強いね。ホルモン強いね。うん。いや、これは期待できるわ。はい。よし。武豊。武豊の時ちょっと変えた方がいいんですかね。乗り換わりがあるかもしれませんからね。よし。これは強い。うん。さて、悟空。おっす。おら、悟空。うん。よし。うん、ゆうかちゃんもうちょっと限界かな。ね、察しのがいいんだろうけどね。はあ、まあまあ関屋記念がいいですかね。ね、ちょっとタイトなローテですけど使いましょう。はい。あ、ホルモンやっぱり2戦でアウトやね。ひょっとしたらでも3戦使えるかもしれませんよね。うん、うん、まあ賞金1000万でもうおそらくダービー出れるでしょう。うん、はい、粉ももね、強い競馬でした。はい。うん。まあ、2200メートルとか使ってみたい気もするんだけどな。粉も3戦しか使えなかったんでしたっけ。まあ、2200メートルのレースしかないよね、これね。よし、行こう。日本海ステークス。よし。うん。うん。ポテチはね、お任せでいきましょう。マカシもお任せでね、釜揚げは組んどきましょうね。うん。これまあタフでしたっけ。ねえ、まあ新潟記念行かせましょうか。よし。ちょっと待てよ。ね、タフですからもう出しっぱなしで行きますか。うん、よきしゅう。さて、悟空ちゃんですね。ちょっと最近入れ込んでるんでね、これもね、ジョッキー変えた方がいいのかな。うん、まあ馬乗りでいきましょう。入れ込んだらやっぱり力発揮できませんから。うん、まあ、このまましっかり調教しましょうね。うん。まあ、スピードやりましょう。うん。これまあ足元不安なんですよね。タフとは言われてないね。まあ、体質弱いとは言われてないんだ。うん。あ、コメントですね。あ、スタミナ来た。ミカはいいね。ユリア、ちょっとね、つかないかな。翌週。ちょっと悟空はね、難しいですね、悟空はね。仮想の子供で期待したんですけどね。ね、勝利とは何ぞやってね、源氏のゆかりの地に聞きに行って、ね、自分の家にあるっていうね、そういう声が聞こえたような気がしたんですけど、その
1984年ですか、その小説でさ、まあ漫画版なんですけど、最後の終わり方がそのそんな感じ、あのね、勝利とはあの なんて言ったらいいかな、逆にだから洗脳させるためには勝利っていうものに、まあ、貪欲にさせるというか、外を見させて競争させてみたいな、まあ、洗脳するわけですね、うん、自分の内っていうのを見ないようにして、まあ、外だけを見させて、それでなんかビッグボス、ビッグボスじゃないな、ビッグブラザーを、まあ、その尊敬させるみたいな洗脳ですよ、まあ、北朝鮮みたいなねやり方がね、うん、まあ、外を見ることもね重要だと思うんで、まあバランスだと思うんですけど、うん、それが外外外って言ったら内がおろそかになるみたいな、そういう話はよくあるじゃないですかね。あれはちょっと読んでほしいですね、ちょっと怖いですけどね、あのね漫画版で簡単に読めるんでね、俺らたまたま100円で買ったと思うんですよ、大昔、何年前ですかね、もうかなり前ですね、ちょっと引っかかってましたね、なんでこんな気性荒いんかな、これは、さて、まあ、あれだけかかったら来ないよね、まあ、来てる来てる来てる、頑張れ頑張れ、させ、届け届け、頑張れ頑張れ、させ、させ、させ、悟空、悟空いけ、悟空、届かないよ、2着か。ね、あれだけ引っかかって2着来るっていうのは大したもんですけど、うん、はい、ね、入れ込んでるんですね、希少なんて言われてないんですけどね、うん、はい、というわけで今回これで終了しましょうか、はい、はあ、うん、にわかし、はい、今日ね日曜日ですからね、今午後1時なんですよ、うん、ね、まあまあ、パッとね、100円も入ってないので、まあ、0円ではないんですけど、何十何円か入ってると思うんですけど、もちろん馬券買えないので、まあ、来週ですね、また予想しますんで、はい、まあ、当たらないと思いますけど。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。